松山くん、どうすれば球速が上がりますか？ライデル、今の彼は昔の僕よりすごいよ。ついに認められてしまう。本当に育成か？ライマルは成人。会話してる次元が違いますわ。結構面白キャラな雰囲気やね。とても素晴らしい内容。育成から這い上がっても、まだまだ上を目指して、努力し続けるのは野球人としての鏡だね。見てて気持ちがいい。いい投げっぷりで、気合が入ってる。ファンとしては嬉しいけど、怪我だけはしてほしくない。朝尾みたいになったら元も子もない。本当に頼もしい存在になったな。ライデルよりも藤川球児さんを目指してほしい。選手寿命も長い選手になってほしいから慎重に。抑えの切り札になることを期待。米ファンだけど、地元が青森だから応援してる。画面越しでも気迫が伝わる選手。一年目の今はすごいけど、来年からはもっと研究されて、打たれることもある。清水のような冷静さも必要。沖合の言うこと聞いて、成長してね。急に飛躍しようとせずに、ゆっくり確実にね。8回の男、鬼神松山。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。